リアシスラリの超ミニボトム姿で旅への思いを語る。俳優の三吉彩花さんが11月1日、自身のインスタグラムを更新し、リアシスラリの超ミニボトム姿を披露した。三吉さんはスーツケースブランド、サムソナイトのイベントに出演したことを報告し、旅への思いを語った。三吉さんは、私にとって旅とは、自分自身を保つためにも、新たな自分を発見するためにも、そしてより自分を好きになるためにもなくてはならないものです。そんな旅に必要不可欠なスーツケース、とコメントし、写真を公開した。写真では、黒い超ミニボトムに白いロングジャケットを羽織ったスタイリッシュなコーディネートで、すらりとした美足が際立っている。また、鮮やかな赤いスーツケースとのコントラストも目を引く。この動向には、リアしすぎる、旅行行きたくなった、素敵な笑顔、かっこいいですね、といった称賛の声が寄せられた。三吉さんは現在、映画、ダンス・ウィズ・ミーで主演を務めており、来年2月に公開される予定だ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。